どうも MJ です。MOD の紹介をしていきます。で、ご紹介する MOD はですね、THE PEACE MAKER っていう MOD になります。こちらの MOD はですね、新たに武器が追加される MOD となっておりまして、制作者さんの手によってカスタマイズされたリボルバーが追加される MOD となっております。で、通常の武器作業台の方でも、 改造の方が可能となってておりまして入手場所としましてはサンクチュアリーにあります地下食料保管室ルートセラーのところで入手の方ができるようになっておりますあとはですねロード順になるんですが特に指定の方はございませんが自分の場合はですね クラフト系やチート系モッドが置いてある下にロード順の方を置いてありますそれではですね簡単にですがどのような武器が追加されたかご紹介の方をしていきますで現在はですねサンクチュアリーにあります地下食料保管室ルートセラーの方に来ております 目の前で宙に浮いている武器がモッ d で追加された武器となっております。 で通常の武器作業台の方でも改造の方ができるようになっておりますのでお好きなアタッチメントをつけていただければなと思います。 それではですね、簡単にですが、試し打ちの方をしていきます。 簡単なご紹介となりましたがこのように製作者さんの手によってカスタマイズされたリボルバーが追加されるモッドとなっております武器作業台の方でも改造の方ができるようになっておりますのでまた良ければご自身の方ででも導入の方をしてみてくださいそれではですね今回はザ・ピースメーカーっていうモッドの紹介でした ご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いします